今週も始まりました、ショータイム TV のお時間です。老賢者のガテナマです。よろしくお願いします。突然のピンポンにビビる、どうも馬場切札でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速一つ目のニュースです。はい。ディスガイア6、禁断のシステムを出してしまう。先日4つ目の PV を出した PS4 の新作ディスガイア6、今作ではオートバトル機能に加え、オート周回や超省略機能などを加えることにより、プレイヤーが寝てる間もレベリングすることを可能としました。また、この機能はプレイヤー側で細かい戦略を導入することも可能としており、より快適な戦闘を実現しているとのことです。はい。はい。どうですか？どうですかって言われてもな。いつも聞いてますけど、どうですかって。こういう系のゲーム、はい、もうほんとやんないからね。あ、そう。でも今回はそんなやらないあなたでもできる、うん、オートバトル機能に加えオート周回、そして超省略機能、すごくないですか？それもうゲームとしてさ成立。わかりますよ、わかりますよ。言いたいことはわかります。ゲームとしてどうなのってとこでしょ。わかりますよ、うん、まさにそれ、俺もそれが言いたかった。ただ、まあ、レベルアップするという面ではね、すごいいい機能なんじゃないかなみたいな。あ、このゲームってさ、レベルが 99,999 いくらしいのよ、うんうん、で攻撃も 99K だっけ。超超えてるっていうね。っていうダメージが入れれることができるゲームなのね。だから、まあ、こういうレベリング機能があるのはいいのかなと。じゃあもうめっちゃ強い敵とか出てくるのかな。まあ、前作もそんな感じだったからね。結構強い敵出てきたからね、普通に。だって、1K とかの攻撃が出るんだったらもう無理じゃん。無理ってことはないけど。もう鬼強、激ヤバ、うん、みたいな敵が出てこないと割に合わないよ。まあね。あとね、今作はね、レベル99になった後も、うん、能力ちょっと引き上げたままレベル1に戻して編成することができるの、ね、うん、だからそういう能力を使ってさらに強くなっていくっていうねことができるらしいです。なんかディスガイア5にもあったような気がするけどな。そんなのなかったっけ。知らない、ちょっと覚えてないんだけど、うんうん、まあでもディスガイア5もね、なかなかレベリングっていうかやり込みがすごい多かったから、うん、今作もそれに加えてこういう機能が増えましたよっていう感じ。まあでもハマる人からしたらいいよね。なんかそのさ、うん、結局レベルとかカンストした後もさ、うん、なんか終わりじゃないじゃんそこで。そうだね。だから無限に遊べるというかね、そういうところはいいかなと思うよね。確かに。まあでもね、個人的には寝ながらレベリングできるのはすげえいい機能だと思う。あ、ぶっちゃけ気づいたらレベルマックスとかなってたら。スマホゲーみたいなね。まあ、ちょっとそういう感じはあるね。確かに。うん。もう今の時代、レベリングってもうちょっと時代遅れな感じがするじゃないですか。ああ、コツコツと。そう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 。昔いたでしょ、ポケモンでさ、不思議な目増殖バグ使って、レベル99にするやついたでしょ。いや、知らないけど。そいつと一緒だよ。ああ。それが、仕様としてね、あるみたいな感じですよ、うん、私は結構、はい、この少ないスタミナの中でいかに攻撃を回避しながら敵を攻略するかみたいなのとかが好きだ。まあだから戦略性重視ってことでしょ。そうそうそう。でもまあシミュレーションゲームですからね、なんかその一応戦略性はあると思いますよ、うん、まあまあそうだね。いやそこはまあレベリングの話ですから、そこはね、うん、それプラス戦略性が入ってくるっていうことです。はい、以上です。はい、はい、じゃあ次のニュースです。はい。朝栗ヴァルハラ170万の売り上げ。先日11月10日に発売した朝栗ヴァルハラがローンチ時に約170万の売り上げを叩き出したことが判明しました。この売り上げは前作朝栗オデッセイの売り上げの約 50% を上回る数字となりましたが、ただその代わり今作はゲーム内コンテンツの売り上げがオデッセイと比べると約 62% 下がってしまうという結果に終わりました。あれ、前作のオデッセイも主人公男か女か選べたんだっけ。選べた選べた。
選べたのか。ああ、なんかでも主人公が女の人だとさ、結構この見た目の装備とか変えたくなる気持ちはなんかちょっと分かる気がするなと思ったけど。今回でもあれだよ、今回ゲーム中に男女変えれるからね。あとあれもあったよな、髪型とかもあったからね。多分朝クリオデッセイ売り上げが良かったのは、うん、オデッセイが相当面白かったってことなんだろうね。どういうこと？だから今回期待値が高かったからさ、売れたんじゃない？ああ。だけど実際の中身はバグと長いロード時間があったから、あの湖でずっと走らされるやつね。そうそう。だからまあゲーム内コンテンツ自体は下がっちゃったのかなみたいな。ああ、なるほどね。結構バグで騒がれてたからね、バルハラ。ああ、そうなんだ。ああ、うん。個人的にはあんまり。ゲーム自体は、うん、普通に遊べたけど。あ、最初の方でしょ、うん。最初の方はね、全然大丈夫なんだけど、割と途中付近から結構バグとかね、キャラクターの挙動がおかしいって感じる部分が結構出てくるんだよ。うん。だからそういったところで結局こういう結果を招いたのかなみたいな。まあ、オデッセイ面白かったもんね。そうだね、オデッセイも確かにストーリーも面白かったし、いろいろとできるっていうのはすごい面白かったね。かなりあれバランス良かったような気がするわ。わかる。うん、まあ個人的にはバルハラも結構好きだったけどね。ステルスとか結構ブラッシュアップされてたし、うん、好きだったけどもって感じだね。確かに なんでなんだろうな。キャラクターのデザインとかはバルハラの方が好きだったね。あ、そうなんだ。男めっちゃかっこよくなかった？あ、まあそうだね、あの男キャラがすごい好きだった。あ、でも私はオデッセイの方がなんかそもそも世界観的に好きだったから。いや、そうだね、うん、世界観はすごかった、うん、っすごい壮大な世界観。そうだな、冒険して面白いっていう気持ちはあったね。確かに。でもすごいね、 50% って。まあそうだね、だからそれこそ本当にオデッセイがめっちゃ素晴らしいと思われてたから期待値高かったんだと思うよ。まあただ中身がっていうところなんでしょうね、基本的に。なるほどね。まあ真央さんにはちょっと難しい話だったと思いますけど。はい、はい、では次のニュースです。はい、サイバーパンク異例の返金対応。先日12月10日に発売したサイバーパンク2077、当初からバグやクラッシュの問題があったことや、十分な事前知識なしに本作を購入させてしまったことなどをお詫びして、Xbox One と PS4 版購入者向けに異例の返金対応をすることを明らかにしました。なお、こちらの返金の受付は12月21日までとなっておりますので、すでに終了しております。ご注意ください。なんか、まあこの対応自体はさ、うん、まあ他の会社と比べると、うん、評価される対応だったのかなとは個人的には思ったのですが、まあ、なかなかないよね、返金しますは。ちょっとその後のアフターケアがひどすぎるね。あ、そうなんだ。なんかあの後いろいろアップデートして重ねていきますみたいな。それもそうなんだけど、その返金対応自体がソニーとうまく連携取れてなくて、はいはいはい、返金できるって話が返金できませんってソニーが対応するっていう。へえ、そんなことがあったんだ。もうあったりしたりとか、あとこのサイバーパンク作った会社の社長がソニーがその販売をね取りやめたの、サイバーパンクの、うん、それに対してムカついたのか知んないけど、うん、ソニーに対しての批判的なツイートをいいねしまくってくっていう、うん、ことをしたりとか、まああとね、その最初にね私有をゲームメディアにさせるわけじゃないですか、うん、それでレビューを書かせるじゃん、うん、いろんな人にね、いろんなゲームメディアに、うん、それも PC 版しか送ってなかったんだって。あ、そうなんだ。そう、要するに PS4 版とかは隠してたのよ、この状況になってるってこと。、うん、そういう噂も出てて、なかなかにね、ひどい。って思ってね。落
大人の事情が絡み合いすぎてるね。うん、それはまあわかるんだけど、それバレちゃダメでしょっていう。せめてもっと隠せよって話で。んで、IGN も10点満点出したんだけど、うん、その後、PS4 版のね、のサイバーパンクのレビュー出したんだけど、うん、それが4点っていう。いやもう手のひら返しかよレベルのこともあったりとかあったんだけど、もう返金どころじゃないというかね。アンセムの悪夢再び、がっかりゲーっていうことですよね。切ないな。以上です。っていうことで、はい、え、今年のニュースこれで最後じゃね。そうですね。うわ、また来年に。なんか明るいニュースしようよ最後に。いや明るいニュースないですもんだ。今年はでもマジで暗いニュース多かったよね。まあ来年2021年一発目のニュースは明るいニュースでいこう。それでいこう。はい。はい。ということで今年も1年、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。また良いお年をお過ごしください。はい、はい、それでは良いお年を。